子どもたちが世界の平和を祈って鐘を鳴らすイベントが富士市で行われました。核兵器廃絶平和都市を宣言している富士市は5年前から子どもたちに平和について考えてもらおうと鐘を鳴らすイベントを行っています。昨日は岩松北小学校の3年生およそ100人が富士市役所屋上にある富士山テラス見える田で小永井義政市長と平和について話したり鐘を鳴らしたりして平和を願っていました。戦争がなくてみんなが助け合える平和な世界になってほしいです。友達が喧嘩し合ったりしている時や、やめようよって声をかけていることだと思いました。ニューヨークの国連本部では国際平和デーに平和の鐘を鳴らすのが恒例となっています。